続いては、信代。信代。信代じゃないです。信代まだできてないですから。信代ってタイトルだけが面白いから、ね。タイトルだけだからね、これ。タイトルいいです。こんなも続かないよ。こんなも続くコーナーじゃない。わからないですから、ね。替え歌。はい、今週の課題曲、こちら、うん、はい、スキマスイッチで全力少年でございます。福田がまだ頭抱えてる。本当にあいつは、本当に。頭抱えてる？うん。いや、信代を考えてるんじゃないですか、今。信代考えてるのかな、はい、そうサム・スミスみたいなこと今考えてるんじゃないかな。ネクラだな、ほんとに。ラジオネーム満腹手になり。道端姉妹ぶん殴って、ヒルトン姉妹蹴っ飛ばした。いいぞいいぞじゃねえ。これぐらいやってほしいね、神田うのに。神田ね。あげとこう。面白いね。パン！ラジオネームブラックさん。佐渡ヶ嶽部屋から羽ばたけ。福岡生まれコート将棋。いや、いい加減してくれよ、もう。なんだっけ、もう、積み上げたものぶっ壊して、でしょ？そうです、そうです。ラジオネーム味噌汁のバター犬、祈祷の先痛くなって黄色い液が出てきたよ。うん、まあ様子見た方がいいかもな。いや様子見るな。病院で病院。すぐ行け。すぐ行け。ラジオネームマザーズミルク、アナルにぶた。アナルに頭ぶち込んで、ケンタウルスのモノマネ。どっちがいいか、どっちも痛いだろうね。どっちも嫌だね。そうだね。どっちも嫌だね。そうだね。どうしようか。まあ、ぶち込む方がいいか。まだ。いいよね。まだね。まだ。ラジオにマザーズミルク。よくわかんねえね、これ。ラジオにマザーズミルク。待って、もう一回歌詞出して、はいはい。積み上げたものぶっ壊して。もう一回聞かせてくんない？はい、じゃあもう一回聞かせて。忘れちゃうんだよな。積み上げたものぶっ壊して、身につけたもの取っ払って。わかった。はい。わかって、わかったっても分かんないんだけどね。ラジオにマザーズミルク。炎のアナル相手なら、水のチンコが有効。ちょっと、なんでこの、いや、知らないんだ、そのなんか、土には火が強い、弱いとかさ。炎のアナル相手なら、水のチンコが有効。ちょっと難しいんだよな。あげとくけどね。はい、ラジオネーム味噌汁のバター犬、積み上げたものなんかなくて今日も実家で寝るだけです。そんな難しかったっけな。すいません、ちょっとラジオネーム味噌汁のバター犬、アナルのシワをか、アナルのシワの数数え、一人夜空を見て泣いた。ちょっと、それが言いませんか。味噌汁のバター犬、何枚、何曲送ってきてんだよ。乳首の色は何色と、聞き合える友達が欲しい。聞けるだろ、それぐらい。なんで聞けねえんだ、逆に。ラジオネーム、ギョミマン。梅宮達を塩で揉んで、さあと洗っておつなもんです。いやいや、漬物をつけてる人だからね、あれは。ラジオネーム、おまっとさんでした。アナルにアンテナぶち込んだ、CS 受信できちゃった。どこで見れるんだろうね。ラジオネームデンジャラス系男子。チンチンの皮を剥いてみて、怖くなってすぐ戻す。いや、もう、4歳じゃん。ラジオネーム、三平。えなりかずきはお断り、ソープの壁に貼ってあった。何したんだ、あいつ。大変な態度で。外国人の方、
お断り立てるね。ありますね。なんだろうね、あれ。やっぱり、ルールがよくわかんないのとか、ちょっとおちんちん大きすぎてとか、いろいろあるんだろうね。そうかね。だけど、外国から来るね、人結構ソープ好きでね、ハマっちゃう人多いみたいだけどね。こんなサービスがあるのか、ジャパニーズ、つって。誇りだね、本当に。大丈夫ネームさん。どの位置から喋ってんのかね、あの、恋だねって言って。角エビグループの社長。社長から、そっか。だったらどうぞ。ラジオネーム三平。釣り上げた船持ち帰って、刺身で食って下痢のショーへ。バカかあいつ。